みちょん、ほら、中心に、中心に、もうちょい右、もうちょい右。あ、そう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 、オッケー。はい、じゃあ、まずは、くねくね、くねくねしすぎやから。見えてます、今。見えてるよ。これ、目線どう？目線？いいよ。かわいい？かわいい？かわいくはない、かわいくはない。全くかわいくはない。あ、うーわ、なんかタコみたい、タコみたい。最近流行りのリース、それ、タコリース。何タコリース？最近流行ってるやん、タコのリース、こういうやつ。何それ？知らんのかい？うん、始めんだよ。はい。まず、所属チーム、名前お願いします。所属チームは、ゴッサム FC です。川澄なほみです。お願いします。お願いします。お願いします。やっぱトップバッターはなほさん。嘘だよ。メイとみやびでしょ、知ってるんだから動画のもう一番最初の1本目はもうなほさんですよ、うちらは。そうなの、うん、これはもううちらの話し合い、もうミーティングでなほさんしようって決まったんだよね。そう、いいよだってうちらのアドバイザーやで。うん、もう、うん、コモン、コモン、うん、まずはだからみっちょんから始まって、みっちょん、ぶっち、さき、ながちゃん、メイ、みやびに行くわけ。はい、うん、だいぶ後だななのに拡散をあんなにもお願いするという。ほんと全然トップバッターちゃうやん。いや、トップバッターはもちろんゲストに決まってるやん、うちら。うちらはもうファミリーなんで、ゲストじゃないです。あ、そうだった、そうだった、はい、あ、そういうことか、はい、了解了解。チャンネルファミリーやから。そうです。オッケー、じゃあ早速質問始めていきたいと思います。お願いします、はい、お願いします。はい、生年月日と年齢は。1985年9月23日生まれ、24歳。嘘つくな、計算上おかしい。今2022年やぞ。そうなん。はい、星座、血液型は。星座、天秤座、血液型は A 型のプラスです。何かあった時は輸血してください。プラスまで言う癖。あと9月23日生まれは乙女座と天秤座がいます。時間によって変わります。私は夜に生まれたので天秤座です。すげえ、何でしょう、マジさ、雑学ババアやんな、ババア。アスナの話はいいから早く、一問一答でしょ、これは。はい、はいはいはい、次いきます。自分の性格を一言で言うと。一言で言うと、うん、自由奔放。はい、趣味は。趣味はお菓子作りとか絵描くとか。そうやな、うん、はい、休日は何してる。休日はお絵描きと YouTube 見たり、あとキャンクラ。あとほら、クラシック今ね、キャンクラね、4200レベルぐらいいってる。最近飛びすごい。最近はさ、ほら、横やんとさ、ナミちゃんとさ、あー、よくねね、これ、私が答えるやつだよね。いや、だから、だから振ったんやもう。答え作んないでよ。振ったのに気づいてくれへんけど。いいんだよ、別に。いや、でも、そうね、最近は移籍してきたクーナミと一緒に遊び出かけたりもしてます。いいな、ライオンキング見たんすか。ハクーナ、また歌、ハクーナ、また歌、ハクーナ、また歌、ハクーナ。マジ真似うまいから。次アラジン見る。え、いいな、絶対行く。いいに決まってるもんだって。しかもさ、ブロードウェイやろ。やばくね。やべえ、I want to go to USA! Come on! やっぱ違うよな、やっぱさ、アドバイザー違うよね、やっぱり。やっぱじゃ休日何してるんでさ、ブロードウェイはいないよ。確かに。レベチ、かっこよすぎ？かっこよすぎる。はい、次言います。好きな食べ物は？焼肉！一択やでな。はい、最近ハマってるものは？ハマってるもの？うん。ブレンディのカフェオレかも。日本から。うん、日本からめっちゃ持ってきてて、いつも飲んでる、毎日飲んでる。1/2。うん。ほろ苦もあるし、普通のもあるし、なんか3、4種類あるかな。すごい。はい。よく聞く曲は。愛子さんの曲しか聞きません。じゃあ愛子さんの曲。新曲出ます。愛子さんみたいな言い方。願う夜。4月27日買ってね。なんと初回版にはラブライクポップ22のライブの DVD もついてきます。買ってね。
絶対カンペないのにもう頭に入ってるのかもう本人はい、口癖は口癖、うん、まあいいか。あ、じゃあ英語の口癖は、英語の口癖 I'm good なんか聞かれたら全部 I'm good で返す別だって何でもいいんだもん最強最強日本語と一緒だね、まあいいか、何でもいい、うん、はい、一度やってみたい仕事は、一度やってみたい仕事、うん、はい、保育士さん。おお、そんな子供好きなの？子供大好きだよ。みっちょん、ほんまさ、面倒見いいもんな。うん、嘘とか教えちゃうかも。ん？これ、グミ100回噛んで飲み込んだら、空飛べるよとか。やめろそういうしょうもない嘘とかついちゃう。かわいい嘘。うん。確かに、子供やっちゃいそう。ね、うん。保育士さんなったらええやん。うん、なりたい。じゃあ、引退したら、学校通って、資格取らないとだね。うん、そうしよう。でも、なほさん、何でもできますよ、仕事。うん、でも、本当に、絶対なれないの分かってるけど、宇宙飛行士とかやってみたい。はぁ、ゲールちげえ。宇宙行きたい。考えたことない。たい。だってさ、アナザースカイで選ぶ場所、南アフリカやで。いや、それ。かっこよすぎ？かっこよすぎ。いや、それについていっちゃうところもかっこよすぎ。ある意味、ある意味。それな。メイクさんじゃないしね。メイクさんじゃないのに、メイクさんポジションで行った。メイクさんポジションで行ったから。それを許可してくれる制作クルーの方々よ。ありがとうございます。マジチーター怖かったよな。チーターマジ怖かった。マジで食われるかと思った。あれはやばかった。よかったよ、めっちゃ怖かった。マジ持ってないよね、全く持ってないよね、うん、マジでテントの周りうろっちょろしてたんだよね。うちら出られへんね、そっから、うん、でも遅刻もできないっつってね。そんなことある？チーターは怖いって思ったこと人生でないです。ない、ないよね。そうだよね。動物園でさ、堀の向こう側で、あ、なんかゴロゴロしてんなしかないでした。すごかった。アメージング、そう、アメージング。そうでした、南アフリカ。ありがとうございます。いいえ。はい。じゃあ、ここからサッカーモードにチェンジします。OK です。いきます。子供の頃の憧れの選手は？カズさん。なんで？いや、もうサッカーといえばキングカズだったもん。だから私、プーマ履いてるし。そうやんな、うん。はい。でもさ、背番号は9番やん。うん。でも、小学生の子11番だって、ずっと。高校も。でも、なんで9番に変わったの？アイナックで2年目にプレッタの後で9番渡されてから、なんか最初は別にそこまで愛着はなかったけど、なんかだんだん好きになってきて、もう今では9ラブ。ちょっと待って、この話さ、ハイライトです。ハイライトやんな。うん、エースチャンネルハイライト、ありがとうございます。うん、この話を知りたい方はエースチャンネルでどうぞ。いいね、ありがとうございます。さすが番宣の女。番宣ってよくわかんないけど、まあいいよ、番宣の女でいいよ。はい、歴代のなでしこジャパンの選手で印象に残っている選手は？そんな選手いっぱいいるでしょ。うん、いっぱいほんまにおると思うねんけど、その中でももうこの選手、うん、いや、もう澤さんでしょ。だってもう私がそれこそサッカーした時はカズさんだったけど、私が小学校でサッカーしてた頃からもう澤さんは代表に入ってて、女子サッカー選手といえば澤さんだったから、やっぱり澤さん間違いない。で、知ってるサッカー選手が澤さんと親父さん、小野寺志保さん。うーん、地元が一緒だったから知ってて、でアテネオリンピック行く時とかになんかこうフラッグにメッセージとか書いたりしてて、で私初めてサイン入りの写真をもらったのが親父さんからだった、小学生の頃。嬉しい。それ今でも実家にあるんだけど、もうそれはすっごく嬉しくてめちゃくちゃ覚えてる。で、澤さんの膝の上に乗って撮った写真も澤さんと親父さんとでレモンズのみんなで写ってるから、お二方は結構特別かな、自分の中でも。せやな。いい話しちゃったよ。いい話。めっちゃいい話。もうさ、やっぱさ、話し方がうまいよな、まず。だし思ったけど、ヤコさんに憧れてる、ま、今の小学生とかもいるじゃないですか。いやー、そんな、そう、5000人ぐらいでしょ。おっ
ああ、すいません、すいません。そうですよね。いるでしょ、そんぐらいでしょ、うん。そういう人になったっていうのは感慨深くないですか。いやもう全員まとめて膝の上乗せてやる。その気持ちがあるからそうなりますよね。どうだろうね。どうなんだろう。でも実際にやっぱそうやって言ってきてくれる子はいるし、そういう子のなんか頑張ってる姿、まあ SNS だけど、こうたまに報告が入ってきたりするじゃん。すっごい嬉しいよね。本当に頑張ってほしいって思うもん。自分もそう、自分がそうだったから。ね、これ一問一答なのに長くない？いやもうまとわりきら使えますでも。これカットするよね。しないカットするよ、ね。カットいいねよ。これノーカットなの？編集はすんで。編集はするよね。うん、でもこの日朝の話の部分は絶対入れるってこと。あ、そういうこと？いや上手に入れてる。おいえ。はい。エセなんだよな。おいえ。はい、丸丸選手のここは本当にすごい。誰のどこ？そんな選手いっぱいいるよ。そんな選手がいっぱいいる中でも誰のどこ？うわー、宮間選手のキックはすごい。やっぱり歴代一番出てんじゃない、うん、今30の。あ、本当？あ、うん、だって広辞苑に載ってるんだから、ぴったりとは宮間のパスって載ってるんだから。はい、あ、まだまだハイライトしました。知りたい方はエースチャンネル見てください。いや、他にもいっぱいあるよ。だから、うん、あの澤さんのカミソリのような読みからのボールダッシュとかさ、カミソリつながりだとイワシのカミソリスライディングとかさ、うん、そうね、みずほちゃん、みずほね。みずほは何だろう、センスの塊で片付けちゃいけないけど、もうだってセンスの塊以外の形容がないんだもんね。それとか、篠野さんのドリブルとか。だからドリブルで言ったらやっぱ篠野さん、ぐっち、かりちゃんとかもう本当にドリブラーっていうドリブラーじゃん。ああいう選手最近なかなかいないよね。あと長ちゃんのあのやっぱりストライカー気質のところとかもすごいなって思うし、あと海外に飛び出るとソヨンのあの、なんだろう、私ゲームを読む力とかコントロールする力って経験で培われると思ってたんだけど、もうあのアイナック来たて、短大卒でアイナック入ってきてあのプレーされたら、え、経験ってなんでいらねえんだなって思った。いや、もうあれは天才。うん、あれはもう本当天才だと思う。衝撃的に天才だと思う。うん、金田さん、あ、もうあんな走れる人いない。だってずっと走ってるんだから。福さん、いや、もう福ちゃんが後ろにいたらシュート打たせちゃダメだなって思う。いや、最後はめっちゃ体張ってくれるし守ってくれるんだけど、その前に何としてでも福ちゃんにこうボールを飛ばさせないって思わせてくれるところがすごい。でもそれって日々の生活から始まってるんだよね、もうそこから。うん、アンさん、アンチは今でこそボランチやってるけど、やっぱストライカーっていうか、そう、ゴールに向かっていく時の瞬発力だったり、今でも進化し続けてるじゃん。なんかもうタメちゃん、すごい。サメちゃんはまず足が規格外に速い。だからあのサメちゃんの裏は取ろうと思っちゃダメ。サメちゃんの裏が取りたい場合は、あのサインでサメちゃん釣り出しておいて他の人が行くっていう、もう一人じゃ無理だから。だからあの外国人相手でもスピードで負けないっていうのは本当に素晴らしすぎる。めぐみ、めぐみは左足一本でこの前も300試合達成してたけど、ライン際でヒールリフトで抜いちゃうとかあんなお手のものだし、まあちょっとディフェンスが雑魚だったっていうのもあるけど、あんなお手のもんだし、あのね、本当に天才肌なんだけど、それでいてね、本当はすごいね、負けず嫌いなんだよね。しかもそれをさ、見せないじゃん。そこがまたすごいところだなって思うね。さっき。さっきはない、別にすごいところ。アスナ。全然ない。30人の問題じゃないよ。なんだこれ、どこ全員どこで止めようかなって思ったんですけど、気になりすぎちゃって聞いちゃってました。全員言おうとしたでしょ。全員言いたかった。全員行くとこだったじゃん。うん、もうほんま全員行くとこやった。でもほぼ丸々使います、これは。え、マジで長、はい、カット上手にしてね。カット上手にするよ、めっちゃこまめにカットしてから。はい、よろしくね。はい、じゃあ次の質問いきます。試合前に必ずすることは？まあでも試合前に限らず練習前もだけど、まあ、いつもやってるストレッチとあの刺激入れみたいのあるから、それはするようにしてる。じゃあ例えばどういう感じ？だからもう決まったストレッチがあるの。体幹とか？体幹はあんまりやらないかな。チューブ？でもチューブやったりとか。なるほど、まあそこの詳細についてはまた今後 A チャンネルで。あ、はい。
はい、アウェーの試合に必ず持っていくものは。だからそのストレッチをするからヨガマットは自分で持ってってる。自分のやつなんや。うん、まあ、チームでも持ってってくれてるけど、なんかもう自分で使いたいから、自分の部屋で、だからもう持ってっちゃってる。うん、それはホームの時もそう。うん、はい、自分のチームのここはどこにも負けへんってとこ、どこ？うん、なんか別に勝ち負けじゃないけど、オフの日ニューヨーク行けちゃう。最高。最高。最高でしょ？最高でしょ？うん、スケールでかすぎ。絶対負けない。はい、プレーする上で一番心がけてることは？一番心がけてることは自分であること。かっこいい。ありがとう。はい、ここだけは負けへん。自信のあること、プレーは？2手、3手先を読んで、判断してプレーすること。じゃあ、はい、影響を受けた指導者は？あー、やっぱり星川さんじゃない？うん。Me too。詳細についてはエルチャンネルで。Yes。うん、はい、Weリーグに今後期待することは？少女たちの夢であってほしいかな。かっこいい。はい、そしたらまたテイストチェンジいきます。チェンジ。ちょっと待って、もう一回やって。テイストチェンジいきます。チェンジ。はい、はい、もし魔法が使えたらどんな魔法で何をしたい？今だから言うわけじゃなくて、昔からずっと本気で思ってるのは戦争がない世界になってほしい。間違いない。はい、無人島に一つだけ持っていくとしたら何を持っていく？キャンプ道具一式。理由は？テントもあるし、薪も持ってくし、チャッカマも持ってくし、ちょっと待って、お皿とかも持ってく。だってキャンプ道具一式だもん。キャンプ道具一式だから。一つだけ。セットになってるから一つじゃん。その中の一つですよ。バラバラにしたら、そりゃなんか出てくるかもしれないけど、それを一つにして持ってくんだもん。よしとします。はい。宝物は何？宝物？うん。君たちだよ。顔はい、もし自分が総理大臣なら何をする？総理大臣ならやりたいことなんていっぱいあるよ。まずデフレ脱却でしょ。日本はちょっと賃金が安すぎるから、そこをちょっと改善するのと、あと、できれば週休3日だね。完全週休2日の、まあ、週2ぐらいでプラス休みができたらいいなと思う。やっぱりね、生産性が悪いよね。働き方を本気で改革していかないと良くなっていかない。やっぱりそういった働き方に歪みが出ると、子育て世代が子育てしようって思わないじゃん。金は私ときは子育てするってもんじゃないの。だから子供を産んで育てたいっていうような環境を作りたいと思うし、まあ、そういった点では幼稚園とか介護職っていうのを公務員にして、小学校とか中学校の先生とかはそうです。でもそこだけじゃなくて、子供と演説じゃないよ。え、演説じゃないよ。素晴らしい演説。詳細については S チャンネルまで。え、そうそう。これについて やんの今度。これまで撮ってないよね。お願いします。うん、次回お願いします。まあ、総理大臣、マスミナホミンのテロップ見えました。わかった、はい。マニフェスト。お願いします。もうそれでお願いします。絶対今後 A チャンネル使わせてもらいます。お願いします。マスミナホミン、公約演説。完璧。マジでそれ絶対使うから。誰が見んの？みんな見るよ。気になるもん。でもさ、大体さ、アスナと言ったこと一緒じゃん。最初の。そうだね。うん。アスナもう休み増やして、給料上げてって言ったもん。マジ？じゃあ全然ダメじゃん、この政策。アスナと一緒とか、しょうもない。おい、しょうもなくない。おい、しょうもなくないわ。でも多分、メイクさんぐらいの距離で、多分総理大臣の下にいます、アスナが。そうだね。そうだね。絶対そう。ついてくるの。そう。はい、次。部屋にある一番お気に入りのもの。一番お気に入りのもの、うん、なんだろう、いっぱいあるけど、うん、やっぱ iPad かな、よく使ってるから。あ、絵描くのもそれやもんな、うん、うんうん、動画見るのもそうだし、めっちゃ家事作品もんな、うん、見る、今日も見た。はい、憧れのデートプランは？憧れのデートプラン？そうか。デートプラン別にないかも。憧れ、憧れ。憧れ？キャンプ。いいね。自然の中をトレッキング。山登りとか。もしくはチーター、チーターと追いかけ。チーターとか結構。
うん、どれか最高。はい、好きなタイプもしくは好きな仕草は。ラスさん知ってんだよみっちょのタイプ。あ、いいよどうぞ。ふくよかな人。別にふくよかな人が好きなわけではないよ。なんかタイプとかないかも。あ、ビビビッときた人がタイプ。おはい、友達が大失恋どうやって慰める。私も大失恋したことあるよっていうエピソード話してあげる。どう。最高。はい、生まれ変わるなら何になりたい。人間。理由は。なんだかんだ人間でしょ、焼肉食べれるし。せやな。うん。そしたらこれ、最後の質問、30問目。はい。人生最大の成功は。生まれてきたこと。おお。やっぱちげえわ。やっぱちげえ。だから私の成功は自分で掴み取ったんじゃないよ。先祖代々、そして両親がこの世界に産み落としてくれたことがもう自分にとっては最高の成功だよ。ありがとう。素晴らしい。オーラスやねんけど、まだあんねん。ラスト1個。あつ、サクに一言。ない。サクじゃん。あ、言っちゃった。え？いや、サキもないって言ったよな。マジ？まあいいよ。はい、まあまあまあ。やめ押しした。サキと一緒やだ。うん、わかった。ラスト。待て。はい。A チャンネルをご視聴くださってる皆さんに一言お願いします。はい。皆さん、いつも AS チャンネルご視聴ありがとうございます。こんなに選手たちの素を引き出したチャンネルはなかなかありません。いや、AS チャンネルしかありません。これからも AS チャンネルをどうぞよろしくお願いします。最高。今言ってること全部さっきと一緒です。マジ？すげーやば。さっきあいつ私の真似してんだな。最高だ。落ちる今流れが。もうさっきよりみっちょの方が先に出るから。うん、なほなほ。イエーイ。さっきパクリ。さっきパクリやん。